こんにちは、速稼塾の久保です。体のエイダのプレセールでご購入された方のうち、今回日本で上場されたビットポイントジャパンを通じてですね、日本円に現金化した方がいると思うんですよ。で、この辺の動きをね、コメントの方でいただきましたので、ちょっと読まさせていただきます。この2ヶ月間エイダの決済金額を見ていたのですが、ビットポイント取引決まってから、まあ300円台の時ですけどもね、カルダノが8月が1兆円オーバーの取引量、9月20日過ぎから6000億円オーバー、すごい金額ですね。現在は3000億円ぐらいですので、エイダ富裕層組は当面の現金化は終わったものと思われます。うん、確かに、まあそりゃバイナンスもコインベースもビットポイントも資金がショートしますよね、ということで、やっぱりね、 ICO でドカンと爆上げしたら現実にはね、取引所が対応できない、その現金がないよってことにやっぱなりかねませんよね。だってあれでしょ、体のエイダを購入したところと体のエイダを購入現金化するところとかそれぞれ別になっちゃったらそうなりますよね。でそもそも体のエイダを販売したところが今回の取引もやってくれれば、その資金量的には何の問題もなかったんですけども、やっぱりね、ビットポイントジャパンかなりね、なんかその勇気を出して取り組んでくれたなっていうところですよね、きっとね。というのが、法的規制とかよりも現金が用意できるかっていう問題なんですよ。だって1兆円の日本円を体のエイダから換金してくれって言われても、取引所にね、1兆円が現金がなかったらそれできないですもんね。もちろん体のエイダってものを引き換えに1兆円するわけですから、ビットポイントジャパンはいつでも現金できる体のエイダを持ってるとも言えますけども、じゃあその体のエイダをね、日銀が買い取ってくれるかってことになると、これはねちょっと私で判断つかないことになりますからね。まあでも実際に日本で上場して取引ができるよってなった時に、まあいろいろ起きるんだなってことが分かりました。コメントありがとうございました。これからも体のエイダ注目していこうかと思います。では失礼します。